はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、そしておやすみなさい、レスト美咲です。まあね、久々の動画になってしまいました。はい、お待たせして申し訳ありませんでした。はい、まあなぜね、ちょっと今日はちょっと緊急で動画を回しております。はい、というのも皆様にお知らせしたいことがあるからです。はい、と言いますのも、私実はちょっとリスナーのね、皆様に黙ってたことがあります。はい、うるせえな、工事の音うるせえな、ちょっとすいませんね、ちょっと工事の音ちょっとうるさいんで、ちょっとね、あれなんですけど、まあ実はちょっとね、皆様にちょっと黙ってたことがあったと、あるということで、実は私、まあ去年ぐらいからなんですけど、とあるムード歌謡曲グループに所属しております。はい、本当に大人気ムード歌謡曲グループですね。はい、まあこのグループっていうのがまたすごいんですよね。そのまあアメリカだったりとかヨーロッパ、まあ世界中にツアー行って、まあおかげさまで大盛況でございますね。はい、自分で自分のグループのことを言うのもちょっとあれなんですけど、とてもまあ大人気ということで、はい、もう本当ありがたい話ですね。はい、でそのまあ大人気ムード歌謡曲グループのその名前なんですけど、爆裂って言います。はい、爆裂って言います。はい、この爆裂なんですけど、まあね、先ほども申した通りとても大人気で、まあ一部からは、まあ東洋のバックストリートボーイズだの、まあ YouTube 界の東方神起だの、まあそういう呼び声があるんですけど、まあその爆裂、私を含めた5人のメンバーで編成しております。はい、まあまずそのメンバーなんですけど、まあまず私美咲ですね。まあ私美咲がまあラップ担当をさせていただいております。はい、ラップ担当の美咲です、よろしくお願いします。はい、あともう一人がそのリーダー兼メインボーカルのスバタさん。はい、ほんと彼なくしては爆裂結成はありえなかったと。でちなみにまあ皆さんご存知かと思うんですけど、まあ同じムード歌謡曲グループの純烈というのをご存知かと思います。はい、でこの純烈に対抗するために爆裂っていうね、名前をつけて結成されたと。でちなみにこの爆裂の名付け親はこのスバターさんで、でまあご自分で発足されて、オーディションとかでまあメンバーを追加ね、募集して、で私も運よくその爆裂にね、入ることができました。はい、まあこのスバターさんですね、まあ本当彼はもう爆裂の心臓です。はいはい、でもう一人もこれがまたすごい、これがまたすごいですね。あの爆裂の暴れ馬こと差し込んし、はい、差し込んしもすごいですね。この男はすごいですね。はい、もうとにかくもう暴れ馬ですね。はい、で担当がまあサブボーカル兼まあメインボーカルも取ったりすることもあるということで、まあ本当にね、切っても切れない存在ということで、はい、差し込んし、はい、でもう一人、まあこの差し込ん軍団っていうのがあるんですけどね、この差し込んしが結成してるその差し込ん軍団っていうのがあるんですけど、この差し込ん軍団の中の一人の和夫さん、はい、この和夫さんもまあ僕と同じラップ担当なんですけど、ラップの他にもアクロバティック担当なんですよ彼。アクロバティック、もう空中ぐるぐる回ったりとか、もう飛んだりとかワイヤーアクションとかやったりとか、はい、でね、我々爆裂っていうのはあの純烈と違ってただ歌うだけじゃないんですよ。歌うだけじゃないね、歌うだけじゃなくて激しいダンスもやったり、もう K-POP アイドル真っ青の、まあ、激しいダンスもやったり、あとは僕とか和夫さんがやるような激しいラップもやりつつ、和夫さんのこのアクロバティックもあったりって、もうほんといろいろやるグループなんで、見てて飽きない、もう素晴らしいグループなんですよね。まあぜひね、本当皆様にはね、あ、であともう一人、
この人忘れちゃいけない。このね、彼も同じくサシコン軍団の一人であるメタリックヴァンパイア。この男もまたすごいですね。まあ、このメタリックヴァンパイアなくしても爆裂はありえないと。で、このメタリックヴァンパイア、爆裂の日野翔平と呼ばれてます。はい。もうスキャンダル。もう爆裂のスキャンダル担当。ちょっと噛んじゃいましたね。あ、この爆裂のスキャンダル担当。はい。メタリックヴァンパイア。もうすごいですね。はい。といった感じで、この5人で、とてつもないオールスター級の5人で編成されたグループ。それが爆裂って言います。はい。なんでね、まあ、今後ともこの爆裂のね、情報をね、この私のベスト岬のチャンネルでも小出しにしてまいりますので、ちょこちょこね、ぜひね、爆裂を皆さんよろしくお願いします。爆裂をよろしくお願いします、ね、ぜひね、ご声援のほどよろしくお願いします。はい、ということでベスト岬でした。